よくわからない人が多数いますんで、初心者が許せないって人は、ちょっとすいませんって感じ。あ、どっちでも、練習だから。あと、他になんか質問あれば。さっきの村みたいにね。あ、質問なければ準備。自投票する人とかいるとさ、村なのに自投票する人はダメだけど。あ、役割なしですよ。役割なし。村なのに自投票するとか、接続切れの人とか。ゲームとしてもそもそも。今日あれ声大丈夫だよ。出すよ。あの、別に。役職をお選びください。わかんないけど、慣れてない人。新旧だから初心者なのかもな。人気じゃないってことだ。ゲームに慣れてない人も多いからね。あなたの役職はこんなもんなんかね、あのね、さすがに黒出されてさ、立ち向かわない人はダメだから。でじっと、それはさすがにもう勝てないから、そんな人いたら。明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に必要ございません。そうですね、まあ、慣れてない方も多いっていう村なんですが、基本的な流れに関してはね、狼見つけるということで、怪しいところをどんどん拾っていきたいなと思ってます。単体精査をね、しっかりしていきたいと思います。まあそうだな。思考開示としましては、まあ釣り切り場面になったとって、僕はしっかり精査します。新芽を勝ち取ってほしいです。なので、役目の方はね。あとはどうだろうな。まあ特に、言うことないんですが、まあね、八幡さんは狂人ってことで狂人名あるのかなって思うのと、四番さん賭博士ってことでね、結構賭けに出られる方ってことは、今狼でね、なんか無理やり白特攻とかしたり、黒特攻とかしたりとかね。まあそんなのはどうでもいいか。今のはなしにしてください。ちょっと雑殴りしようと思ったんですけど、ネタがありませんでした。まあとりあえずね、2周目1だと思うので、頑張っていきたいと思います。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい、7番占い師です。ランダムで4番さん白ですね。4番さん白、そうだな、6番さんの印象からしたらマジでなんもない。いいも悪いもなく、ほんと無って感じ。ただなんで雑な振りをしようって思ったのかが気になるとこかな。そこぐらいかな、今の6番さんに言えることは。まあ役職ね、狩りとハンターだろ。まあ考えては出てほしいけどな。人外に利用されないような出方をしてほしいなって思っております。俺はおまけ雑な黒塗り雑な白塗りは嫌だなと思ってるとこかな。あとはもう訳すらはいいけど村すらはやめてね。ほんと占い目線からしたらそこほんとおかしくなってくるから、変に疑ってしまうからね。そんなとこかな。まあ2周目頑張ります。ランダムで4番さん白以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番さんの印象は、思考解除をまあしていたのと、雑なぐりといってまあちょっとしていたんですけども、余裕を感じられて狼っぽくはなかったかなと。今のところ色はつけれないですが印象は良かったです。7番さんに関しては、4番さんにしろで、役の動きについてもまあ触れていたんで、代行まあ出るかどうか分かんないんですけど、まあ、精査は盤面固まってからにしたいかなと思います。あのグレーの考察をしっかり頑張ってもらいたいなと真なら思います。私は、そうですね、あの自分の思考解除をしておくと、初日に関してはあの役があの一角したとしても、あのなんだろう、役の一本して自由投票が一番村に情報落ちるんじゃないかなと思っているんで、自分、個々の、自分の考えと理由を持って、釣り位置を上げてもらいたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。はいはいはい、そうですね、まあ、6番さんはね、まあ、8番さんみたいにプラスに取る人もいるけどマイナスに取る人もいるよ。雑談を有する人外もいるからね。どうしかてば、マイナスなんじゃないですか、僕はね。人外の可能性がある。人外とは言わないけど、可能性はあるんで、2周目聞いて。8番さんですか。
日本指定ではなく1本ってことなのかな。よくわかんない。その辺がちょっとよくわかんないけど。ただね、俺の考えとは確かに合ってないんだけど、6を見る姿勢は真逆なんだけど、その1本指定がようわからんけど、6、8だったら6、8の順番で釣りたいっていう。うん。矛盾してるかもしれないけど。うん。8の方がムラな気はするんだよね。6よりは。1周目の反応を見ると。SG1 の村人を残してハグロを釣りたいです。黒い人に入れます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。よろしくお願いします。占い師でした。9番さん、ラシロ。9番さん、ラシロです。そうだなぁ。まあ、7番さんは、強か、弱かはわかりませんが、まあ、なんかね、雑殴り嫌いだって言ったのに、6番さんは名前でね、雑殴りしてたのに、6番さんの印象はいいって言ったのがよくわかんないなと思ったんですけど、あと、そうだなぁ。8番さんはね、雑殴りした6番さんが白くて、まあ7番さんの精査は後回しで、初日自由投票。なるほど。なるほどですね。ああ、でも、その考え方はいいかな。うん、そんな感じかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、特に仕様ないです。まず6番さんに関してなんですけども、初手の村人だった場合で雑殴りを4、8にして何を見えるんですかって率直に思ったんと、4と8に雑殴りするのであれば2巡目1で4と8を雑殴りしたことによって、あなた視点4、8どう見えたのかっていうのをちゃんと、2巡目で答えるべきだと思いました。で、7番さんに関しては、対抗1と7でしょ。1番さん視点、狂心と狼がどっちかわからないって言っていたが、7番さんって役に対して、出させたかったような進行を述べていたから、普通に狼要素かなと思ってますよ。そこでわからないっていうのがわからないですね。はい。で、8番さんは6番さんのことを余裕ぶっているような印象を受けているって言っていたが、6番さんの進行論を聞くと、釣り切りっていう風な意味わからんことを言ってたんですよね。それに対してどう思っていたかちょっとわからん、拾っていたいのかちょっとわからんかなって感じですね。まあ、9番さん一番白いかなって今感じてますね。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、特に必要ないです。自分はね、6番さんの雑殴りっていうのは別に、マイナスとは捉えていません。2周目で8番4番を殴ったことによって、その8番4番をどういうふうに、その発言から見たのかっていうふうに言ってくれれば、俺は全然その雑殴りっていうのはいいかなっていうふうに思ってます。今のところグレーで一番白いなと思ってるのは2番さんかな。うん。一番視点があったかなっていうふうに思っている。17のツッコミも僕は、まあ、2番さんに、便乗っていう形にはなっちゃうかもしれないけど、まあ、ほぼ同じ視点かなっていうふうに思っている。8番さん、俺、今、現状グレーで、するんであれば、8番かな、6番より。8番さんってね、なんか6番さんの、色はまだつけませんみたいなの言ってたけど、6番さんが、そこで雑殴りするから、狼目はないのかなって、それ多分色つけてるけどねっていうふうな、ちょっとこじつけにみたいになっちゃうかもしれないけど。はい、2周目頑張ります。4番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。僕が真の占い師です。ランダム占いで1番さんに白、1番さんに白が刺さってますので、1番さん僕目線で狂人、それから7狼がもう確定してます。3CO になるので、このまま2人スライドがなければ、3人番目になると思うんですけども、僕はその場合スライドがない場合はもう7一本してですね、釣りはもう僕目線ではっきり狼確定してるので、行きたい、7に行きたいと思ってます。でグレーですけども、6番さんに関しては結構意見が分かれてますけど、僕3番さんと一緒で、2周目にちょっと期待かな、2周目でどういう発言してくるかによってだいぶ変わると思ってます。今のところ一番色が見えないっていうのは8番さん、印象がいいなと思ってるのは3番さんかなっていうところですね。霊能がまだ出てないんですよね。霊能できればもう遅ければ6番さんの位置で。5番のプレイヤーが発言します。霊能いねえよ、そんなもの。
なんだろう。4番はなんかもう、あれ、強心っぽいよね。うん、1に白打ってさ、んで7釣ろうとしてるんでしょ？うん。君なんかそれ強心やることだよ。あの、8分の1だからね、結局、それ、割り当てることなんて。うん、古いよ、4番。なんだっけな、8番は、ヤクヤクばっか言ってたから、なんだろう。うん、多分、色は、まあ、ノリピーか、沢尻か、清原あるかな。多分、田代正志は俺ないと思うんだよね、8番に関しては。うん。で、1番、そう。ん？一番だったっけな？一番だ。そうそう。一番がなんかね、六番をね、叩きすぎだけどさ、六番なんかさ、二周目一なんだよ、あなた。うん。だからやっぱ七死んじゃないですか。うん。どうだろう。今日三死よったは四番か。六番のプレイヤーが発言します。おー、一番さん、ヤクスラってことですね。はい、了解しました。まあそうですね。74に関しての精査に関してはまだ現状ついてませんので、今日はグレーツリーで安定かなと思ってます。なので、8、2、3、5、私含めた、沢市。はい、了解です。まあそうですね。僕が初日雑なぐりをしたような、してないような感じに関して、8番さんに関してはそこを、村要素として、捉えに来た。で、2番さんに関して、2番さん、3番さん、まあ特に2番さんに関しては、僕の発言を2周目と捉えた。3番さんそこに乗っかった感じして、4番さんっていうのもそこに、乗っかった感じでした。なんで7-4に関しては4番さんの方が2周目の方があるのかなと思ってます。っていうのも、僕って意見の位置が分かれる位置で、まあ、正直2周目位置だと自分自身でも思ってたんですが、十分叩かれる要素を落としました。わざとライン作りに行き、ライン切りに行くような動きをしたことによって、どういう発言がここから先ね、伸びるかなと思って、そういう発言しましたが、そこにかばいに来たっていう占い師の4番さんっていうのは、興味もあるのかなと思ってます。なので、そういう意味では5番さんの目線が僕今一番近いかなと思ってるので、今日のグレイチで言うならば5番さん釣りはないかなと思ってます。5釣りは省いた上での8-2-3、8-2-3、6ね。はい。で、行きたいと思ってますが、8番さんに関しては僕のところ、そう、深読みして取りに来たのか、評価集に来てるのかちょっとわからないので、この後8番さんの意見聞きたいですが、現状一番釣りたいのは8番さん。2、3に関しては。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。まあ、自分から見たら4強人なんで、2路いると思うんで、1番ヤクスラか。そうだなぁ。俺的には今日6か8なんだよね。釣り位置はっきり言って。8番さん6のこといいって言ってたけど、どこがいいのか俺わかんなかったんだよね。俺そこを言ってるのに無って言ってからあれしてるのに印象良かったって言ってるんだよね。どういうとこが良かったか俺は全然わからなかったからね。ただ6番も2周目別に色してないんだよ。なんかそういうライン切りとかそういうムーブをとか言うけど、全然そういうムーブには見えなかったけど、ね、そこまでは。深読みっていうか6番の方がそこまでしてあるの俺全然気づかなかったって感じ。正直2も3も5もまだ分かんないけど、そんなに黒くないかなと思ってる。2、3は同じ生産なんだね。だけど今んとこ俺6か8どっちかに入れようと、8の発言聞いてから決めたいと思ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。いやー、すいません、なんか黒くなってしまったんで、ハンター使用します。正直出たくなかったんだけど、この後精査で俺を含めて考察するのも時間の無駄だと思うんで出ておきますね。6番さんに関しては何だろう、1周目別にそんなに深い意味はないんだけど、余裕があるなと思って印象良かったなっていう、まあ狼っぽくないなっていう程度の話をしたんですけど、まあだいぶなんかそこをそうだな、深く捉えられてしまったみたいで、そうですね、申し訳なかったと思ってます。6番さんが5番さんを除外してっていう話をしてたんだけど、正直5番さんは俺強靭かなって思うぐらいちょっと言ってることがよくわからなかったんだけれども、そこを今日は除外だって言ってる6番さんの話が俺はちょっとよくわからなかったんで、正直2、3、4、9番もグレーに戻ったんですね。9、2、3、4の話は、9、2、3の話は聞きますけども、俺は6番さんか5番さんを今日、釣りたいと思います。4、7の精査に関しては、
正直、そうですね、まあ、ついてないんですが、まあ、明日の占い位置と、占い結果で判断したらいいと思うし、今日はまあ、釣り位置ではないんで、明日以降にしたいと思います。ハンターです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。2、3、6に責任取ってもらえばいいんじゃない？うん。だから言ったじゃん。俺の考えでは矛盾はしてるけど、この人の方が村だって言ってんじゃん。うん。確かに、俺の言ってることと、アジバンとの考えは合ってないけど、この人の方が村だと思ってんだよ。俺の考えは矛盾してでも、この人は村だって言ってんじゃん。っていうか、そもそもさ、1号って、あれでしょ？要はもういいんでしょ？騎士でしょ？もう二人とも。1でいいんじゃない？もう。まあ、5番が言ったことを言うとね、沢尻ってもうあの女優さんのことよ。もう、役ってあれよ。もういいわ。もういいわ。わかるでしょ、もう。8番。そういうことよ。まあ、役をもじったって感じが。役と役を。まあいいわ。そんなくだらない時間にかけてる暇ないから、1すればいいんじゃない？ってなれば本当に7のローってあるかもよ。4の進化もよ。7がローだったら2、3人いるのかな？ 6、8を本気で釣りに来たから。1が強人だったらね。7が新強だったらわかんない。2ローいるってことって話になるから。1号と近いローがいるって話になるの。普通に1が強人で逃げて7ローだったら2、3人いるってことなのかな？ 6 も怪しいんだけど8を釣るって。用もしてくれた人を釣るってどういうことなんだろうって思うから。どうなってんだろうこの1号のあれがわかんないけど。それともまさか8がハンター乗っ取りしてるわけないよね。以上。1番のプレイヤーが発言します。あ、どうも。あ、5番さんこれ役があるってことだったんだ。まあでも今日ってグレー釣りなのに、今9番さんがなんか僕釣りって言ってきたんで、やっぱ言ってることおかしいなと思うんで、まあ、グレーズリーだったら9番さんかな。あと何かな。7、4難しいな。まあ、でも今日グレーズリーで9番さんかな。で、あと何かな。気になったの。23。8番さんハンターと。まあやっぱ、急釣りかな、今日は。急釣りしかちょっとわかんねえな、今日は。2番のプレイヤーが発言します。まあ、グレーに対して精査入れていくと、6番が村だった場合っていうのは、7番が4白、で、4が1白結果を受けていて、1番が役面をしていることから、7番さん死んで見るんだったら強靭になるわけですよね、4番さんって。だったら、約2枚、約で出させた方がグレー詰まりませんかっていうのがなかったのが、6番が黒いかなって思ったのと、あと、8番さんが6の指定を入れていて、1番さんが9番さんを指定を入れたがってるんですよね。だったら、合金の欄で普通に精査したらいいんじゃないかなって、自分は率直に思ったし、あと、占い師の精査に関しては、7か2世かなと思ってますね。理由に関しては、7番さん視点同じ同様ですね。6番さんと同じ位置で言えなかったことですね。4番さん教授で見てるんだったら、4が1の白に役すらに白がかかっていて、もう1枚グレーを詰めるために、1人役出てくださいよっていう中しかなかったことと、だって4番さんっていうのは、6番さんの意見について分かれている意見を初順でそう言っていて、3だけを印象いいって言ってたんですよね。それがすごい気になっているんですね。僕は一応結構、村の活性化のために意見言っていると自分で思ってるんですよね。で、3番さんが自分でも言ってたけど、便乗してるけどって3番さんも言ってたから、俺も白く見えるんじゃないって思ったんですけどね。4番さんの視点が分からなかったって感じですね。3だけをなんで特段いい白く見たのかなっていうのかが分からない。なので、占い7若干偽に見えているけど、4番さんの視点も合わないなって感じですね、自分は。5番さんの意見聞いて9番さん釣るかどうか自分は決めたいかなって思っていますね。以上。3番のプレイヤーが発言します。5番さんこれ役なのかな？
手が今日これどこ釣るべきなんだろうかなって思ってたんだけど自分が考えたのは4番7番の今日どっちか釣って1号にクロスとさせるっていう風な感じの流れじゃダメなのかなこれってまあダメっぽいんでまあ今日グレーからなのかな。だったらやっぱり俺9か6のどっちかなんだよね。1周目からもそうだけど2番さんとやっぱり意見がなぜか分かんないけど被っちゃうんだよね。4番さんが俺に印象いいって言ったけどそれって2番さん逆に俺2番さんの方が印象良くなると思うんだけどな。でその次に俺みたいな感じだと思うんだけどちょっとその目線がよく分かんなかったっすね4番さんに関しては。ただ7番も7番でまあ4-7だったら若干7の方が俺は新っぽいかなっていうふうに思うから。だから、グレーに2浪だね。っていうことを考えたら、今日グレーから行った方がいいのか。俺目線。どうか。だったら俺2番さんっていうのは、あ、でもそうか、1号にもいるんか。困ったな。グレーの962だったら俺は、9かな。1番はなんでそんな根拠もなく9番って4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まずすいません、1周目の霊能発言はごめんなさい、全然勘違いしてました。霊能いないですね。5番さんがすごく僕は気にはなってたんですよね。今もうちょっとこれ沢尻君はヤクスラのことを言ってるらしいので深くは触れませんけど、なんか7をいきなりずっと新目で決め打ってるっていうのがすごいちょっと気にはなってるな。でそこに対して6番さんも便乗してきて7を新目って言ってるんですよね。僕目線で7はおそらく狼ではないかと思ってるので、5、6どっちかいるんじゃねえのっていう感じもするんですけど、9もなんかさっきの1一本指定っていうのがすごい発言的にはかなりおかしいなとは思っていて、一号、まあ、でもこれあれですよね、ヤクスラってこと騎士だからちょっと一号に手をかけるのはっていうところが正直あるので、96のどっちか、でも、僕的には6に行きたいかなって思ってますね。7を新目で見る理由がまずよくわかんない。自分の発言も、まあ、そんなにいいものではないとは思うんですけどね。で、7のことは2番さんがほとんど言ってくれたんですけど、7番さんさっき発言してる時に僕のことを強だと思うって言ったんですよね。あなた目線で僕って強人確定ですよねっていう話なんです。それを強だと思うっていう発言自体がそもそもおかしいんじゃねえと思ってますけど。うん、僕目線で7人外は確定なんですけど、グレーから行くっていう風になってくると6に行きたいかなと僕は思ってます。1号についてはちょっと5番さんの発言も切ってからかなと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、なんか6はどうでもいいなっていう風に言った。この役で決まってる人たちから痩せると多分6は尿検査しても、何も出ないと思うこいつは。多分ね6はね尿検査してるのは何も出ないけど、コロナの検査したら陽性って出ると思う。はい、まあそういう話はいいとして、今日3番じゃないですか。3番、2アウトなんですよ、今。今日ちょっと、釣って3アウトにしないですかって話。まあどういう意味かっていうふうに言うと、まず3番さんね、まず訳すかしてるんですよ。1周目に、CO ありませんっつっていうふうに言ってね。で、本当にこの人訳ないってことは、あれだよね。訳すかしちゃったってことだよね。はい、これが1アウト。で、2アウト目は2なんだけどね。訳から釣るっていうふうに言ってるんですよ。4番が6なんだろう。で、今3人出ていて、3分の2で本物に当たるってわけなんだよ。じゃあ逆に3番さんに言うけど、その心は3か2じゃん、はい、言ってくださいって感じです。で3番さん何もそれについて、触れてないってことですね。まあ、3でもいいけど、はい、3人だったらで、なんだろう、自分目線、まあ、8-4の精査入れるのも、まあ、なんかあんま無意味だけど、まあ、C といえば8番さんかなっていうふうに思うな、本物は、やっぱなんかね8番の方がねなんていうかな役持ってますっていうね。多分ね、8番はね、あれだね、田代級にね、役あると思うよ。多分ね、8番はね、盗撮とかやっちゃったから。さあ、もうふざけてんだったらもう締め取れないよ、あなた。今日は、
3番。え、3でもいいよ、俺も。発言が終了しました。これ。その疑いには、どんな根拠？ 5 番新目取る気あんの、これ。うん、知らんよ、もう。教授になったらいいんだけど。とりあえず4番、2か3裏なだけダメなんだっつうのよ。3番のプレイヤーが発言します。なんか訳すかし訳すかしとか言われたけど、俺1周目俺別に特にしようないって言ったし、俺がスムラって言わない限り別に 訳すかしではないと思うんだけど別に CEO 特にないって言ったのは俺以外にもいると思うしね。単純に4番7番で人外が釣れたら今日ね、でクロス護衛させたらめちゃくちゃ強くないですかっていう、まあ芯に当たっちゃう可能性もあるけど、仮に7が芯で4を釣ったとして、7が芯で4が強だとするじゃん。だったら1号って、ローがいるから、そこでクロス護衛させとけば、そこ噛み抜かれてしまった場合って1号にローがいるから、確定でそっちが2セット分かっちゃうんだよね。だから俺4、7から釣ってクロス5位でもいいんじゃないっていう風にな提案をしたんだけどね。926に関しては本当にあまり2以外はせず、9番のプレイヤーが発言します。うん、まあ俺村だから言っとくけどさ、俺なんか間違ったこと言ってんの、もう5番の発言って強人臭いけど真面目にやらなきゃ釣られるよ、もう負けるよ精査で。うん、4番に頑張ってもらいたいのはさ、7ローと見てたらさ6ってないじゃん、どっちかだと2か3じゃん。2番ご投票してるからな、あれだけど。2番が本気で村で言ってるのか、人外で4番にすり寄ってる可能性がある。3番だったらベタに7、3が俺に入れてきてるから、3番っていうのはベタに。3番だったら7の方シンと見てる？って感じが疑問符はつくけど、まあ、3、7が入れてる以上、まあさ、俺が村だから3番に行ってほしいなとは思うわ。そうじゃないと、7から黒出されたら7が2接点もわかるからね。まあ、とりあえず、まあね、4が死んだったらまあ考えてくれ、占い先を。うん。7が死んだったら、これはどっちが死んでも負けそうな感じで、まあ3番に捨てたが、3番に行ってほしい。うん。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。はい、クロス護衛の提案が分かんないんであれば、まあ別にいいです。それはまあ自分の、意見なんで。もうよ、7、3。もう死んじゃったんで、これから、占い位置に入って裏に言っておくと、八幡さんこれ、もう反対一角でいいのかな。だったら8番さん、これ俺が言うことでもないかもしれないけど、偶数じゃない限り打たない方がいいと思います。奇数なら絶対打たない方がいいと思います。いや3番もね、はい、7がローだとね、あんたに言うのはそれぐらいかな。合わねえんだよな、八番さん一角しよし、7、3像が合わねえんだよな、うん、でそうだな、1番がね、5番がやけに自分に対して真面目にやればいいのに、ね、急に他の気を向けてきたところからどうやって新名勝負で勝つの、っていう。本当に7番新4強の、1が新5ローで、俺のことを普通に来てんのかなっていうふうに思ってる。2番とかね、6番とか、まあ。さっきの投票俺に入れたのが、偽物が俺に空路出せば簡単なんだけどな、精査は。59か56かなって、今安直には思ってるけど。5番がこれです。2番さんはやっぱりなんか自分と視点が合ってるんで、うん、まあ7がそ、真面目にやんないと勝てねえよ。店の場合は、まあ、3とつながる可能性はあるけど、自分は今のところ7死んで見てるんで、多分、自分の思考はそういう感じです。7がローだとしてさ、ハンターに言う、ハンターが8番さんじゃないかもしれないけど、ハンターに言っておくけど、本当奇数の場合は打っちゃダメだと思います。ルース進行の場合じゃないと打たない方がいいと思います。可能性なんだよ、もう。人狼に俺に黒出してくれ、偽物は。それしかもう手はない。
が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4シーンしかねえだろうよ。5番のプレイヤーが発言します。はい、僕棋士ね、はい、まあ4番さん何なんだろうね、棋士と間違えて噛んだのかなっていうところかな。うん、ちなみに、守り先は1番守りました。なんか、7番さんがなんだ急城で、9番入れてんでおいおいおいって感じだよ本当。うん、はい、ということで、今日は7番釣りでいいんじゃないですか。うん、今日なんだっけな、無駄なしドーラーでいいよね。うん、はい、ということで、7釣りで OK だと思います。まあそんなところかな。うん、以上です。6番のプレイヤーが発言します。うーん、5番さん1番さんも持ったんだね。いや正直な話ね、俺1番さんか5番さんどっちが新芽って言ったら俺1番さんの方が新芽だと思ってて、うん、5番さんが1万折りっていうの、理由も書くた理由もない。で、まあ、ローラーに関しては、まあまあ、一理ある。人外確実に一人釣れるからっていうのはわかるが、まあ、3番さん俺釣りに行った理由としては、3番さんっていうのは、結局2番さんの便乗でしかないんですよね。うん。で、自分でそれを言ってたっていうのはわかってるが、4番さんに対してね、3番さんっていうのは、2番さんもいいんじゃない?2番さんもいいんじゃない?っていうことって、で結局、便乗位置っていうのがやっぱ拭いされなかったっていうところに関して、9番さんの方がまだね、発言もっともっとね、自分自身の発言を伸ばせる位置なのかなと思って、9番さんは釣り位置じゃないかなと思った。で、正直、僕が5番さん省いた理由は、特に、なんか、沢尻っていうのは何のこっちゃわからんかったんですけど、皆さんがね、役と役をかけてるっていうので、やっとわかりましたっていうぐらいですかね。うん、目線があったから外しちゃってだけで、うん、役ありか役がどうこうっていうので外したわけではなかったです。そうだな、7釣りなの今日は。いやーでも俺ね、正直1号でどっちかでいいかなと思ってるんで、正直僕は1の方が締めに見えてるからこそ今日は5釣りでいいのかなと思ってます。まあハンターさんの意見も聞きながらね、やっていきたいと思いますが、僕自身の意見は5。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番占い師です。まあ、9番さん占って9番さん白でした、すいませんって感じ。まあ今日4噛まれてるのは4強人なんだよ、だから2色いるんだよね。で俺が4熱動してるんだよね。いやあなたの白はもう強人で分かってるから俺はなんてなかったんですけど、一番俺やっぱ騎士で見れなかったんだよな、あのブーブーが。やっぱだけど俺5が進化なと思って今日1から行っていいと思うんだけどね。村目さんやっぱ俺に行きたい。いや俺だって狂人が死んでるから安定で新占いをこう釣らなきゃいけないっていう絶対ムーブになるんだよ。下手すりゃ3で落ちてるかもしれないかねって俺思うけどね、あの発言で最後の遺言で。俺がおかしいのかもしれないけど、だから今日は1に行ってほしい。狂人を噛んで俺を釣りたいんだよ。でも急しろですからね。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、正直進行が俺新旧がよくわかんないんだけど、昨日俺の発言の時は5番さんが俺は役だっていうのがわからなかったんで、2-1番面だと思っていたんですよ。で 2-2 であればもちろん3番さんが言った通りクロス護衛が一番、まあ、村に情報落ちるのかなと思ってたんで、それが分かってれば、まあ、そういうふうにも考えれたんだけど、なんで、で、3番さんの遺言を聞いて、まあ、自分にまあアドバイスをくれたのもあって、まあ、村のためにっていう感じだったんで、狼じゃなかったんかなっていうふうに思っていて、で、6番さんは、5番さんが、役かどうか自分の発言の時は分かってなかったみたいなことを言ってたんだけど、それなのに5番さんを外したっていうのが今の話を聞いていてすごく納得がいかなかったんで、正直6番さんがまあすごく黒く見えるんですが、で
まあ、それと話はちょっと変わるんですけど、昨日の段階で1号の、騎士対抗が、1番さんは、まあ、俺はあのクロス防衛がっていうのがそこで分かっていればクロス防衛が強いなと思ったんだけど、1番さんはあのなんだろう、今日はあのグレーズルですねっていう話を、すごいなんかグレーから行きたいみたいな話をしていたんで、あの1番さんが1号で比べると、と1番さんがちょっとその時怪しく見えたんだけど、正直、今日は、どうすいません、わかります。9番のプレイヤーが発言します。うん、7占いされて、俺がどう話すの ?7 番に聞くけど、2番か6番しか俺にとって何の意味もないんだよ。あなたが黒出してくれたら助かるんだよ、俺目線。黒以外何の意味もないんだよ、俺が占い以上。2番と6番の結果を知らないといけないし、どうすんの、これ。ああ、7位って決め打ち ?1 号決め打ち。どっちか。7、4が新居だったら何これ ?1 号に狼がいるとしたら単純に 1、6? 2番も5入れてんだから 2、1? 1、6? 7番が白だったらだよ、その代わり。白だったら家庭だったら1の方が陣外ってことか。白だったら家庭は。2番も5投票、6番も5に行きたい。2、6に狼がいることは、ああ、3番次第だけど。3、7ってそんなベタベタですぐ終わんのこれ。まあ、7ずって3、7だったら終わるけど。いや、時間ねえわ。ローだったらいろいろあるんだけどね。どっちだろう、7番って。ローだったらいろいろあるんだけどね。6、8で釣りをして、6番ライン切ってるってこと?実は2番が4番に釣り寄ったってこと?うん。4死んだと思っている。だから2番が噛んだとも取れるし。まあ、あくまでも1号心境過程になるけど、7、ロー過程だったら。1号心境とかだったら。いやー、組み合わせがわかんねえ。3番も言うか、クロスだな、あれとかを、狼でっていう気がするんだよね。なんか村で殴り合ってるような気もするんだよね。困ったね。安定策取った方がいいのかな、君の仕事明日。1番のプレイヤーが発言します。いやー、やっぱり9番さんは言ってることおかしいよね。そう、3番さんって、3番さんに入れた人って絶対おかしいと思ってるんで、まあでも、ちょっと今日は7番さんいきます。7番さんね。まあ4番さんが新芽だと思ってるんで、7番さんに行きます。やっぱ7って、やっぱ9が怪しいな。3だって、9番さん、3番さんに投票したのに、今なんか3は村だったのにな、と言ってるしさ。やっぱり言ってることおかしい。いや、僕は、そう、8番さんがなんか言ってたけど、別に初日グレー釣りなんて普通の安定進行でしょ?何かおかしいですかね。だから7、9、5。うん、こんな感じかな。で、ね、でも9番さんはな、ちょっとな、言ってることだから、バラバラだから、強靭なのか。まあ、今日7釣り行きますよ、7釣り。安定の、あ、延長ありがとうございます。まあ、7釣りでしょ。うん、まあ、多分7でローが落ちるんですよね。うん、間違いなく。で、まあ、明日のあれでしょ、僕と5番さんのローラーするんでしょ。まあ、5から行ってほしいですけど、多分9番さん強靭ですよ、強靭。なんかさ、やたらと8番、なんか初日から言ってることおかしいでしょ?なんか、1番さん村だと思うけど、8番さん一番怪しいとか、さっきはね、3番さんに入れてんのに、5、9で、入れてんのに、なんかあんなこと今言ってたでしょ ?2 番のプレイヤーが発言します。まず、1番さん視点の9番さん強靭っていうのは、人外数が多すぎるので、ないですよ。じゃあ仮に1番さんのローが正しくて9番さんの強靭を起きした場合ってあなたって8と5のどちらかが狼確定していって7番が狼4番が神っていう風になるんですけども人外数がまずおかしいので僕は1に入れたいですね。で、2、6の村だった場合っていうのは9番の狼っていうのが否定されているから7番が狼で普通に8、5のどちらかが狼でっていう視点があるから普通にこの場合って決め打ちですよ。はい。5番さんが騎士、1番さんが騎士なので、5、1のどちらかに入れるっていうのが村の、あれですよ。と思ってるんですが。で、今日は7詰めるけど、3日目って1号の精査だと思ってますよ。
普通に狼だから。で、自分が初日に5番を入れた理由に関しては、5番さん視点で、初日の段階の話に戻りますで。で、9番さんグレーなのに、9番さんのグレーを除外視したところですね。そこが引っかかったっていうのと、あとやっぱりその、初旬で言っていたこともかなり気になっていたから投票しましたって感じですね。で、あと4番が偽で自分に黒結果を打ったとしても、4番さんって、3番さんのことを印象いいって言っていて、で、3番さんが印象いいってことは僕のことも印象いいっていう論になるから、4番が死んで、俺を黒結果打とうが、別に4番さんかまなくても黒結果出されても、俺が狼だったら全然提唱できるから、それがないんですよね。まあ、それは、全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。はい、占い師です。もうなんて言っていいのかな。俺がランダムで初め4行って4が出てるから強靭なんだから2浪いるんだよなと。絶対こういう安定釣りになるんだよね。俺絶対1の2世はもう今んとこで出てると思うけどね。なんで1行けないのかなと思う。1に行ってるのが7、9、8。ああ、やっぱ、もう2か6どっちか狼いるよ。だって9番差、1番差おかしいでしょ ?1 を強靭置きするのとか。だから4強靭で、1、6か1、2どっちかなんだよ。だから絶対明日1行ってね。4強陣の1、2、ロー、ロー、1、6、ロー、ローしかいないんだよ。9番さんはもう城で出てて、俺が沼ってるんだよ。一発で間違ってるんだよ。俺が9番さんを占ったのが悪い。いやー、9番さんの意見でね、沢尻エリカでパッて焼くっていう、そこで思うつく時点ですごいなと思うけど、そこを透かしていいのかなと思ったけど、そこまで言ってって思ったから占ったんだよね。だから申し訳ない。でも明日は絶対1行ってくださいよ。お願いします。もうここがなるんだよね。4の強靭構えたら。はい、以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番。厳しい、わかんねえ。マジでわかんねえ。1番じゃ、死んだのこれ、まさかの。無理だって、死んだったらもう、俺今日起きてちゃんと言ってくれ、5、7、ロー、ローとかよ。まだせめて。俺1が撃たれる未来しか見えねえわ。撃たねえのこれ。撃ってもいいのに。9番のプレイヤーが発言します。もうわかんないんだけど、もう1に行くよ、もう。5番人外だったらもうしょうがねえわ。もうなんで俺が強靭になるのかわかんねえんだけど。だったら何 ?4 死んで5なら、ローローっていう視点なの、1番は。どうすりゃいいんだろう、これな。1、言ってもよかったよ、別にもう。俺も、明るいぐらいだったら俺も打ってたわ、一応。もう知らんけど、もう5、6とか。5、2だったら負けたよな。7は何色だったんだろう、これ。1はなんでこれやってんだろう。すらして。9狂気もう5番、6番で話変だしよ。7がローなのか何なのか。1、5が新狂なのか何なのか。1はなぜすらした。ここはもう強靭風に見せてるこのムーブなんだ。もうわかんねえんだけども、1って死んだら負けか。
ああ、ダマイデーは。2番が6番に狼がいるでいいのこれ、普通に考えて。あのさ、どっちも怪しないんだけども、1も5ももう。7は何なんだろう、死んだのか、どうなのか。結局26だったら26釣ってればいいのに、村が悪いんだよ、もう3球押した時点で。もう知らないから、もう村が悪いんだよ、もう3球押して。2番とか6番言ってればいいもの。3球って一番ありえない組み合わせやってんだもん。7も7で9占いすんなっつうの意味ねえだろう。だからわかんなくなんだよ、もう。1番のプレイヤーが発言します。え？僕の視点がおかしいってどういうことだ？9番さん強靭で、57ロールでしょ？え、何がおかしいんだ？え、どういうこと？僕がおかしい理由がちょっとわかんない。2番さんがさっき言ってたけど、どういうこと？え、何がおかしいんですか、皆さん。9強靭、57ロード、何がダメですか？だって4番さん死んでしょ？いや、偽物だったら、なんすか？え、地神したって言うんですか、あれ。いやいやいや、4番さん死んでしょ？で、僕死んでしろ、もらってるからね。まあ、今日、5番さん行ってほしいですけど。それで終わりでしょ？え、なんで2番さん僕と戦ってんの？ 5-9 ってさ、なんか3に投票合わせてたし、ね、何がおかしいの？ 2 番のプレイヤーが発言します。9番さん強靭っていうのがないんですよ。まず、わかります？だったら、7番さんと4番さんの内訳が真同になっていて、7番さんが狼確定だからですね。はい。それだけです。で、1号の決め打ちの盤面になります。真と狼が出ている盤面になるんですよね。これは分かってほしいかなと思ってますね。はい。まあ、それ以上、1番さんに答えるあれがないので、今日は1いきますね、自分は。やっぱり9番さんの強靭起きしたところっていうのがよくわからないし、だったら普通に7番さん通る進行を取っていて、3日目に1号の決め打ちなんだから、あなたっていうのは5番さんの黒予想を言うべきだと思っています。なので9番さんは白紙している状況下なんで自分は。別にヘイト向けてるあれもしてないし。それだけは言っておきます。じゃあ自分の白予想言っておくと、72労働だった場合の工事を言っておくと、自分が狼だった場合って、7番さんの狼が出ている状況下で、8と9と1と6っていうのがグレーです。で、4番さんか3番さんか5番さんに真の占い師がいてる視点になっているから、7番の狼に対して黒予想を上げやすいように、工事の占い師に対して言っている行動をしているんですね。自分が狼だったら。意味なくないですか？自分が狼だったら。と、率直に思いますけどね。ずっと僕7のこと叩いてるんですよ。全然締めねえな、って。それが7、2ロールの構築に見えるっていう位置の視点がよくわからないかなと思いました。って感じですね。はい。1入れます。5番のプレイヤーが発言します。そうですね。もう1で今日は終わりです。はい。あれなんですよね。もう1番さんはなんかもう目線ブレブレで、あれなんですね。1日目の1周目、6行ったり9行ったり、あなたはなんか、どんだけ陣がいるんですか、一番目線は。もうそこだよ、一番の黒要素って。でさ、一番さ、俺強すんだったらさ、せめて黒要素ぐらい上げようぜ、ほんと。なんかそういう不当な釣りがなんか一番ムカつくんで、もういろんな、もう思念、怨念、もうね、念を込めて今日一釣ります。以上。6番のプレイヤーが発言します。まあ、1号の決め打ち場面っていうのは2番さん言ってる通り、そこに関しては理解しますが、正直な話、1号、難しいとこですよね。どっちなんでしょうね、シーンは。まあ、2番さんが言う通り、1番さんの供給を強靭を起きした場合っていう精査がおかしいっていうのはわかりますし、5番さんの、初週からの発言の、なんていうんですかね、まあ余裕があるからそういう発言をしてたのか、ただ単に楽しくふざけてやってるのかわからないんですが、新芽を勝ち取る気がないのか、
それで陣が破り出そうとしたのかっていうのは分からないんですが、イチゴの星座結構難しいかなと思ってるんですが、今日に関しては絶対イチゴのどちらかに行きます。はぁ、でも難しいっすよね、正直な話。最終盤面にか、されたって、八番さん噛まれたってのも僕がこんだけ意見伸びないから最終位置にされたんでしょうけど、うん。で、それで考えると、僕昨日ゴツリを押してたんですよね。ゴツリを押してたからこそ、ローが僕がゴツリを押してるからこそ位置つらないだろうと思って紙に行った。で、発言位次一番後ろだからこそっていうのも考えれるからこそ、そんな感じの考えはあかんかもしれないですが、正直、イチゴ、まあでも、一番さんが9を教師に置いた視点っていうのはあまり理解はできなかったからなって感じですね。まあ、イチゴどっちか入れ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから遠い。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番、1番の遺言を発表してください。9が2。256。あれ？やっぱ2番さんとの。あれ？いや、僕、ほら、さっき言ったじゃん。5番さんと9番さんって、3番さん言ってるって言ったじゃん。5番さんさっき、僕が6なのか9なのかって言ってたんだけど、僕別に6番さんを触れてないんだけどな。5番さんに触れてないですよ。ひたすら僕は9番さん怪しいって言っただけなんですけど。あれ？これ2番さん？9番さんが2番さんに入れたってことは、そういうの拾って、2番さんが怪しいってこと気づいたってこと？え？6番さん狂人なの？え、5番が狂人？ほら、ちょっと僕、真なんだから、ちょっと待って、狂人？夜が更けました。人狼に気をつけてください。わかるように説明してくんね。旧教人で7号ってわかるように言ってくんね。5番の位置守るの変だったし。まあ負けか。7ずりが果たして正しいのかどうか。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。おい、なんだよ。まあ、もうピーピー場面ならいいんだけども。のプレイヤーが発言します。なんだよ、これ。はい。どっちが狼かわかんねえ。俺、狂人なので、7番のローっていうのは老けているんですね。で、4番のシンが、2日目に噛まれるって思ってなくて、俺が言っていた考察っていうのは、俺が初日に釣られるわけにはいかないからね。狂人で。で、進路が見えているから。で、普通に1号の対抗が出ている状況かなので、僕は進路と分かっていた。なので、僕は1が死んだと思っていたから1を釣りをしたっていう構図っすね。どっちだろうな、全然あるからな、6狼も5。5死ん、6狼とか。全然あるから、どっちが狼かは分からんけど、ほぼ5番が狼かな。と思ってるけどね。で、理由っていうのは、7番の狼が4番の死んの占い師に白を当てていて、4番が1番の白結果を指している状況下で、で、7っていうのは3のことを釣りをしている状況下なんで、6が狼だったらめちゃくちゃ3を釣りをしたとしても勝てないなと思ってるんですよね。8が6のことを視点向けていたから。だから6って普通に何も使用せずに4から黒をもらったとしても結構勝てないなと思っていたから、6狼はないと思っていましたね。なので5が狼かと思っていたので、1が真と思って、3日目に釣りを入れたっていう感じですね。どっちだろう。まあ、とりあえず、狼さんの投票に入れて、合わせますね。はい。どっちが狼か言ってください。5番のプレイヤーが発言します。
私、強心です。2番も、6番も強心じゃないですよね。はい。ご主人様はちゃんとご指示してくださいってとこです。指示出してもらわないと、あれですね。まあ、出ないんであれば自分釣りますけど、自投票しますけど、うん、ちょっと、どうするか指示出して、お願い以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、僕が強人です。自投票いたしますので、ご主人の方は入れてください。もうそれぐらいですかね、言うのは。はい、以上です。狼の、あ、もう一度言いますね。主人さんはしっかり、取り位置決めてください。以上です。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番終了。人狼陣営の勝利です。